会式で東海勢は上野亜美、愛知の候補、静岡の浜松商業の予選終了後に去年の優勝後、岩倉高校に続いて、参加32の海から北への準備。
高校と顔を合わせる愛知の総合高校は5年ぶり17回目の出場です。第4試合で関根と西条高校と顔を thank you.
用館に1500万円の賄賂を振った疑いで逮捕・起訴されました。愛知県では安倍氏の保険診療の不正請求について調べてみましたが、しないでいい。夕暮れ間近に窓開けた。打ち込む雨が心地よかった。水たまり溶けた夏の匂い淡く広がる。